はい、ガルム法やっていきたいと思います。本日はですね、どうしようかな、とりあえずマイショップかな。はい、あ、イロハねイロハね、うわ、ゆかりやべえのよね。ゆかりちょっとやってあげようか。そう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 、ね、メッセージで司をねなんか呼んでもう最終進化させようかっていう、まあ今もね結構奇抜な服だけど、私の店に来てね。え、今日のまだ昼も行けるんだ。まあでも夕方にしといてあげようか。さすがにね、そんな今すぐ着なよっていうのもね、ちょっとかわいそうかなっていう。じゃあいろはやりましょう。こんにちは、この間ありがとうございました。今合コンの時の話とまたお願いがあってきたんです。まず合コンなんですけど、なんだかうまくいったみたいで、先輩もナイスよって喜んでました。先輩本当にいい人なんです。時々変なことも言いますけど、約束通りどんな男の人が来たか報告しますね。こんな感じの人たちでした。はい、見せてもらおうじゃない。だよねじゃない、なんか別に。こだわりのメガネはいつもオーダーメイドしてるそうです。ふーん趣味は本を読むことで、自分で小説も書いてるって言ってました。私も本読んで空想するのが好きだから、きっと気が合うな。それでですね、私の右に打ってるリン君です。メッシュが入った部屋がかっこいいですよね。週末にバイクでツーリングするのが息抜きだそうです。私後ろに乗せてほしいな。すごいわね、いろはね。とても素敵な人たちでした。あの人たちと話していると、男の人が苦手だったことなんていつの間にか忘れちゃって。そういうことってあるものなんですね。何か妄想し、結構やばいよね。同じメンバーで遊園地に行くんですが、その時にですね、ヒカルさんやリン君ともっとお話ししたいなって、そのために私たちに可愛いって思ってもらえるコーデで参加しようかなと、そう思ってるんです。なるほどね、ヒカルがベーシックね、リン君はクールなコーデが好きみたいですけど。まあツーリングが趣味のリン君か、小説だもんな。私はリン君が好きかなねえ、リン君でいいんじゃない。なんかちょっとそういうさ、引っ張ってくれそうじゃん、リン君の方が。どっちかっていうと彼女にはそういうメンズがいいと思うよ。そうね、リン君多分ね、セクシーな方がいいと思うのよ。クールでありながらね、セクシーさを出していきたいわね。なんかいいのある？でもさ、こういうの着ちゃうともうさ、クールだけど別にセクシーではなくなるもんね。なんかセクシーに攻めたいから、これはないわね。何これ、あ、ちょっとよくわかんない柄ねしょうがない、あなたにはこれを特別に売ってあげましょう。感謝してね。で、そうね、青でいいんじゃない。でもこれをやるってことはスカートも可愛くね。あ、いいんじゃない、ほらちょっとセクシーじゃない、セクシー売りしていこう。足元はそうね、意外と青がね、似合う気がするわね。あ、これ可愛くない？これ可愛い。これにして。我慢いるよね。だって遊園地行くんだもんね。そうね。でもでかすぎるカバンもちょっと鬱陶しいから。あ、これ可愛いじゃん。これにして。6万円ぐらい持ってきてくれるとさ、結構
選べていいわね。これかな。耳な、耳。こんなもんかな。よくない？結構攻めてるよ。うん。もうこんな格好だって月子にしかさせないんだからね。本当に。まあこれでリンくんゲットよ、うん。よかったね。応援してる。ありがとうございます。遊園地の後にまた来てもいいですか？まだ自分自信がなくて不安なので。彼女ね、これこの後うまくいくんだっけ？どうだったっけね。うん、メッセージ来たよ。来るみたい。今日の夕方、顔面血だらけなのにね。大丈夫かしら。え、あやや、あややですってことね。え、あややです来たよ。万能アイテムって何だと思う？私はね、スカートだと思うんだ。だから店長にお願いがあるんだけど、どの時期になっても活用できるようなスカートを、どの時期でも活用できる？ちょっと難しいこと言うじゃない。え？特に何？趣味はないの？趣味はないの？っていう言い方もあれだけど。え、万能でしょ？私が思うやつでいい？万能な。これとか？これいつでも履けそう。はい。でも彼女ってさ、あれだよね、多分。あ、でもいいのか。クレーピー系かなと思ったけど。え、普通に可愛いと思うよ。うん。あ、ほら、学生風なのを探してるんだ。でもそうだよね。この後どうしよう。ここで散歩するのはどう？あら。私もなんか趣味散歩って言える人になりたい。なんか趣味散歩って言ってる人のさ、人生割と充実してる感やばくない？なかなか無理よね。あー、歌、トイレが近い。一年中心足がちょっと大丈夫かな。病んでるのかな。あ、夕方なっちゃった。いや、ヘアサロンとか行こうかなと思ったんだけど。あれ来てなくない？静香ちゃんでしょ？あれ？ちょっと。ちょっとだよね。そうです、私です。噂で聞いたんです。こことってもいいお店って。ところで、かっこいい私にはかっこいい。うん、まあいいわ。かっこいい靴が似合うと思うんですよね。私にはかっこいい靴お願いします。すごい、自分で言っちゃうのがすごいわよ、この人ね。あ、で注文で探すできるじゃん、はい。まあ、しょうがない、彼女かっこいいんだもんな。うん。かっこいいんだもんこの人。どうしよう。1万8000円安っ。待って、持ってるお金少な、びっくりしたわ。選んじゃったわ。まあいいや、静香ちゃんは今私つかさなの。うん。え、つかさ来てるかな。いや、そう、コメントでこの時期ならまだギリギリちょっとむせちゃったあ、来た来たよ。あの赤いね、ビキニ1枚で帰らせれますっていうコメントいただいて、マジかと思って。こういうことでしょ？知らんよね、ドライブに行くのとかね、もう。でも彼女ってさ、一応プレーピー系だよね、確か。違ったっけ？
一応プレピー女子だよね。どうしよう。あ、これじゃない？わお。やっぱ寒いと思うからさ、さすがに、うん、下ぐらいはやっぱ防寒してあげないとダメでしょ。これって赤なの？赤だよね。わお。わおだよね。あ、これマフラーの赤入れとけばよかったかな。まあ、いっか。これ、ね、私頭かぶせたくないの。あえてあのボンバーヘアをそのまま出したいから。え、大丈夫これ、不審者だよ。え、訴えられたら負けるよね。絶対負ける。これ司が。もう満足だよ。なんかダメダメ。うわ、完全系だよ。もうこれつかさの最終進化。楽しくドライブに行けそうな気がします。ねえ、ちょっとどこ行くのかしらって感じよね。店長さんですねじゃないよ、ほんと。うわ、帰ろうとしてるよ。そりゃね、この格好したら顔面血だらけになるわよ、そりゃ。いろんな意味で。ね、ああ、すごかったわね、なんか。なんかパワーって感じがした。やっぱ彼女すごいよね。何ですか？よっす。かっこいい感じにしてほしいな、男の子見る。え？よかった、悪っぽいだもんね。一瞬坊主になりたいのかと思ってびっくりしちゃった今。赤色ね。オッケーオッケーオッケー。長さ普通よかった。長さ普通だって。いや、今の私ならさ余裕でこれにしちゃうから。え、長さ普通？これってこと？ショートではないもんね。これしかないよね、でもメンズっぽい髪型って。うん。これで赤色ね。まあ、無難に仕上がるわよ、これは。ほら、すごい無難。え、でも待って、彼女ってさ、着てる服的にこれアウトじゃない？全然似合わないと思う。大丈夫？服買えない？おすすめしたい服を。男子になった気分。簡単ね、あんた。これやっぱ服はちょっと浮いてるよね。え、でもいいよ、もう司の衝撃がやっぱ強すぎて、こんなね、もう可愛く見える、ほんと。ね、全然可愛いもんよ。あ、見て、後ろにいる。恐怖。もう大丈夫、そのうち多分ね指名手配されると思うよ。イオちゃんこの間も来なかった？お任せか。って一番困るのよ。ちょっとさ、なんかそのもうちょっとポップな感じにしたんじゃない？ポップ。ドリーム。スプモーニーって可愛いね。これにしよう。なんかここは別に変えなくていいんじゃない？ベニーの色をさ、もうちょっとさ、
なんかいい色ないね。これでいいか、はい。なんかだってこれぐらい今目の上塗っといた方が可愛いんでしょ。わかんないけど、和風な色合い、ごめん、私和風にしたつもりはなかったのよ。あ、そうなんだ、和風だったんだねこれ。そっか、いやでもいいよ、可愛いよね。さっきやっぱお化け見てるからね。よし、じゃあ寝よ、もう寝ましょう、忘れよ、夢に出るかもしれないけどね。はい、寝ます。前回のサムネがあるね。ランク44。お、髪型かな、違った、ホタルなのだ。今ちょっとピンチなのだ。大至急公園に来てくれたまえ。店長さんの力が必要なのだ。行きます。公園ね。なんだっけ、何があったの。来てくれたか店長さん、早速だが助けてほしいのだ。はい、これ何、私のスマホなのだ。これで私を撮影してほしいのだ。何の撮影？アロムに送るごめんなさい動画なのだ。実は最初はいつものように部屋で撮ろうとしてみたのだが、服と部屋の雰囲気が合わなくて。まあ確かに、公園で撮ることにしてみたのだ。だけど外だと一人で撮影なんてインフェルノモード。それで店長さんにカメラマンお願いしようと思ったのだ。どうしようかな、だって引き受けましょう。ちゃんと撮ってるのすごくない、これ。アロム、ホタルなのだ。アロムが言った通り、私が木梨ホタルなのだ。ずっと黙っていて本当に悪かったのだ。アロムを騙すつもりはなかった。でも言えなくて、言えばアロムに惹かれてしまうような気がしたのだ。でもかえってアロムを傷つけてしまった。本当に悪かったのだ。ごめんなさい。これインスト普通にいいよね。店長さん撮影ありがとう。これでよかったの。なに、どうしたどうした。君の気持ちはちゃんと伝わる。隣先生、私が作る曲と同じように心に届くと思うぞ。勇気を出して送信するんだ。さあ行け、蛍くん。みんなノリいいよね、ほんと。ロベールいるよ、歌ってる。そう、今さ、いい話だったのに、彼のせいでなんか全てがダメになったよね。ちょっと謝ってほしいもんね、なんかね。いろは言っとく？今日2回目だよ、あんた。この間本当にありがとうございました。今日もっとお願いがあってきたんです。この間は遊園地ですが、とっても楽しかったんです。しかも、リン君とツーショットが撮れたんです。写真持ってきたんですよ。ちょっと待ってくださいね。え、なんか硬くない？だいぶ硬いよね、なんかね。私お気に入りはいつも持ち歩いてるんです。てか待って、リン君ちょっと服ダサくない？何その紫色ね、いらないよね。とってもかっこいいですよね。ちょっとな。リン君とお化け屋敷に入ったんですが、中で怖がりっぱなしの私をずっと励ましてくれて、ほんとかっこよかったな。それでなんですけど、なんとリン君に今度二人きりで会おうって言われたんです。これはデートでしょうか？デートですよね。デートについて雑誌で調べたんです。デートはいつもよりスペシャルなコーデで決めてってありました。金持ってほんと持ってきてるんです。え、セレブじゃない？スペシャルな服ね。同じ感じでスペシャルなコーデ。どうだ、クールってことよね。待って、ごめん、あのお金どんと持ってきたんだよね。9万円。なんか、これ売りたくないな、あんまり。
ちょっと変えようか、ね、そろそろ入荷した方が良さげよね。こっちにしてみる。ちょっと攻め気味で、ちょっとそうね、ちょっと攻めていきましょう。で、まあ、自称お金持ってきたって言ってるから、いやーでも7万円になっちゃう。じゃこれか、まあ、あんまり派手派手しいのもちょっと鬱陶しいかなとは思うので、え、でも寒くない？気づいた、これ寒いよね。あ、これ待って、これいいじゃん。でもナトさん中の色がダメだよね、派手派手しすぎる。こっちか、これか。いやボーダー好きすぎるやろっていうね。なんかわかんない、もっと地味なのがいいんだろうね。地味、これとか、まあ地味だね。地味だねっていうのもあれだけど、結構、あでもな、靴がな、もうちょっとなんかシンプルな方がいいわよ、うん、シンプルすぎよね。そうよね。あ、これどう、可愛くない、服と色味合ってるしね。これでいきましょう。そうね、バッグはいるよね。本当にデートなの？デートだと思い込んでいってさ、デートじゃなかったパターンが一番メンタルに来るのよ。恋って大体そんなもんよね。何があったのって感じよね。私は何もないんだけど。え、これどう？クールじゃない？はい。帽子いらなかったら捨てて。うん、最悪ね。まあまあまあ。この組み合わせね、まあまあまあ、まあ普通に考えて1個前に着てた服の方が可愛いよね、うん、また妄想しちゃってた、怖いね。あんたダメよ、本人と会ってる時に妄想しちゃダメよ、キモい女だと思われるからね、気をつけな。うわ、もう付き合ってるよね、これこの距離感はもはやね。ああ、イチャイチャしちゃって。ふん。ふんとか言って。どっか行こう。あら、コンビの名前は何にしますか？お前とコンビ組むの承知してへんわ。あ、いい名前思いつきました。ロベール・キーチはどうですか？正しく、感慨な。パンや花や。それもそのまますぎです。まあ、いい組み合わせではあるわよ、やっぱり。ちょっと待って。持ってる、持ってる、持ってる。バイバイ。あ、そうだ、そろそろさ、火曜日でしょ？リフォームショップ入荷してない？可愛いアイテムください。レンガの窓で気分を変えてもいいと思いますよ。なぜ急にそんなことを？実家の父の部屋にどちらの窓を取り付けるか。で、結局父の部屋にはこっちをつけたんですが、なんとなくこの町の人にも需要がありそうな気がしたので、この店で扱うことにしました。私は他のアイテムが欲しいけどね。まあ、これはいらないかな。なんか少なくないアイテム。大丈夫？マジでちょっと、これ欲しいっていうのがないね。
畳ちょっと興味あるんだよな。なんか一瞬だけちょっと和風にしてみたいっていう気持ちもある。え、待って、畳ってさ、このインテリアセットの中にはなかったっけ。インテリアセットの和風をさ、あ、ないんだ。じゃあとりあえずこれ買っといて、でよ、畳買っていこう。畳にふさわしい壁はないもんね。ないね。畳買って、もうちょっと和風なだからアイテムが揃ったらやってみるわ。意外とないのよね、和風なアイテム。出た、これね。買っとこうじゃない。じゃあこれ買っとかなきゃ。もう一個ぐらいね。はい。あ、待って、エクステリア買っとこう。和風になるかもしれないのよ。ないじゃないのよ。全然和風っぽいのがないじゃないのよね。ダメよこれ。さようなら。全然ダメだった。あ、どうした？そういうわけなんでしゅ。そっか、それは困るよね。だからあれ、店長さん、お二人は友達なんですか？そうでしゅね。お互いのお店を行き来してるくらい、なんとなくよく一緒に遊びに行ったりしてますよ。さっきまでテレビの話をしてたんでしゅ。任天プロの誰の話ってやばくない？確かにあの子たち可愛いですけど、テレビ番組の話じゃなく、テレビ本体の話でしょ。うちのテレビは壊れちゃって困ってたんでしょ。でも明日見たいドラマがあるので、どうにかならないかなと。新しいの買えばいいじゃんね。そういう相談に来たんでしょ。ちょうどその中古のテレビを仕入れたばかりだから、古い方でもいいよね。それなり安くしとくよ。映ればいいんだ。この店テレビもあるんですか？たまたまですけどね、時々家電を買い取ることがあるんです。店長さんも何か必要なものがあったら言ってくださいね。よかったら他の商品を見ていってください。え、テレビ欲しいんだけど私も、ね。うん、確か売ってた気するよね、なんかテレビ的なもの。任天プロは特に何の用もないと。うわ、また来てる。じゃあ今回は知恵やって終わるね。何なのこの人さ、すぐ仕事抜け出すんだけど、どういう監視ご職場なんだろうね。あ、すごい、自分をプラスに捉えてるタイプね。うん、クールで、うわー来た、ついにこの人を全身コーデする日が来たよ。どうしよう。この人もさ、別に水着で出してもいいんだけど、さすがにね、ちょっと二人そういう人を作っちゃうのは良くないなと思うので。あ、なんかこういうのじゃない？ちょっとなんかあのアニマル柄とかちょっと似合うよね。うん、レオパード柄ってアニマル？分かった、待って、検索にテイストじゃない、柄でアニマルを入れて、え、すごくない？めっちゃヒョウ柄、なんか野獣って感じでいいよね。うわおうわおじゃないのよ、本当に。まあ、ヘビ柄ってのもおしゃれね。でもヒョウ柄よ、彼女は。わ、ヘビ側いいね。こう、おしゃれだね。で、ヘビ側にしなよ。すごくない？上はヒョウ、下はヘビ。
攻め攻めだよね。わお、オーバーです。どれも持てません。え、これつけたい、いけるつけようと思えばつけれる。これじゃない、同化してすごいよね。大丈夫これ、あの本当にちょっとしたおふざけです、これは。あの、うわすごいパワータイプね、知恵はね。クールっぽいコーデっていうか、サバンナっぽいっていうか、なんていうかね。はい、このまま超散歩しますね。あんた大丈夫、猟銃で撃たれるかもしれないよ。うわっってね、ヒョウだ、バーンってよかったね。ここって日本だっけ。日本だよね、よかったね、日本でね。あとこれアフリカとかだったら多分即撃たれてるわよ、本当に。危ないもん、なんか。はい、あ、おぎの久しぶりということでですね、今回は一旦この辺でじゃあ終わろうかなと思います。次回までにちょっと入荷の方をねしとこうと思います。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。